で、剥いていきます。はい、どうも、しょこくずです。ということでですね、今回ですね、もうしょこくず読んでるがいるんですけども、さらに僕のあれを加速していきたいということでですね、超ご機嫌なお野菜おつまみを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ほら皆さん、あれじゃないですか、春真っ逆さまじゃないですか。なので今回ですね、春にもうこれだという食材持ってきました。アスパラでございます。皆さん、アスパラって生で食べてないんですよね。アスパラって基本的に結構硬いんで食べないんですけども、今回はね、なんと生で食べちゃいます。はい、めちゃめちゃうまいんでやってほしいんです。これはね、驚きの方法で今が旬のアスパラを生で美味しく食べるやり方、今回やっていきます。じゃあまずはそれをよく説明できるように飲んでいきます。もう何杯飲んだかわからんわ、これは。じゃあやってっていい？まずね、この芯の根元の1センチぐらいね、ちょっと切っちゃう。かなり硬いんで、ちょっと切っちゃいます。ピーラー、僕あんまりピーラーって使わないんですけども、こいつでアスパラをね、こうしていくんです。剥いていくんですよ。このね、剥いたアスパラっていうのがね、まじょまじょうまいんで、こうやってね、ピーラーでスライスするんですよ。よくスライスすると、まあ、ここに芯がね、残るじゃないですか。これはね、包丁でこう、そうサクサクとちょっとね、切ってあげてください。はい、そうするとね、美味しく食べられますから。はい、で、もうここら辺もどん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 ピーラーで剥いていく。はい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 。そうするとこいつはもうなんかサク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 と、ね、やっていただければね。これです、このリボンみたいなアスパラ、これが美味しいので、もう一個も同様にね、こんな感じで、剥いていきます。で、アスパラっていうのは、じゃあなんで生で食べないのって言ったら、硬いんですよ、これ。なんですけども、この硬さが気にならないぐらいに、こうやってピーラーで薄く剥くと、めちゃめちゃ美味しいの。あー、アスパラの香りがする。で、こいつを、今から味付けていきます。まあ、これね、これ自体がめちゃめちゃうまいので、オリーブオイルと粉チーズとかでもすっごい美味しいんですけども、今回はね、ちょっと僕がいつもやってる無限の味付けでやっていきます。お塩がね、だいたいね、小さじ4分の1ぐらい。で、胡椒。ごま油、大体ね、小さじ、まあ、1半とかかな。そして、で、味の素1、2、まあ、3振りぐらいかな。で、これで和えていきます。もうこれだけですよ。はい、完成。はい、盛り付けていきます。はい、じゃあですね、盛り付けます。あっと、こんな感じで、はい、ちょっとふわっと盛り付けると綺麗ですね。どうですか、まあ、軽く追い胡椒してあげる。あ、もう嬉しかった。酒飲む暇もない。それぐらい簡単な無限生アスパラパンパンです。ハイボールと無限生アスパラやりたいと思います。やってきます。くーふふ。じゃあいただきますよ。生アスパラのピーラー剥きですね。いただきます。おぉうまっ。なんてヘルシーで美味しいんでしょ、これ。で、これ今アスパラ旬じゃないですか。旬のアスパラこうやって食ったらうまいよ。ちょっとね、味変でね、レモンとか垂らしても爽やかで美味しいかもしれない。ちょっとやってみていいですか。少し酸味を加えた無限生アスパラ、 あ最高やわ、これ。すんごい美味しい。レモンいけんの。これは絶対やってください。あ、アスパラってこんなに美味しかったんだって皆さんなります。なのでぜひお供してください。うんうん、はあ、いや、もう次の撮影が心配。次の撮影が心配です。あまりにうますぎて。